この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。セカテレニュース夕方のニュース19時30分です。新政権との連携強化で一致しました。初日を白星でスタートした朝青龍、2日目の勝敗は上手を取った琴奨菊。与野党の対立が激しさを増しています。起立多数。定額給付金などが盛り込まれた第2次補正予算案、民主党などが退席する中、先ほど衆議院本会議で可決されました。セカテレニュース夕方のニュース19時30分です。セカテレニュース夕方のニュース19時30分です。